皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はほんまにほんまにノーマンは死んだのか生きてるのか、レイはどうなるのかとか、さまざまなことが、まあ、クレッシェンドみたいにパンパンパンってなっていって、ファンタスティックな11話になっていくんだと思うんですけど、早く見ていきましょうじゃないですか。今日は朝なので、仕事前の金曜日なので、コーヒーを持ってきました。あとオープニングの曲の、歌ってみたは動画の後に入れときます、ボーナスとして。ちょっと久しぶりなので一回練習しないとできないんだけど、仕事前には録画すると帰って早くアップロードできるから。足元ないことは忘れられないこと。いやー、でもすごいいろいろあってきたな。クローネも死んだし、エマは足折れたし、レイは一回落ち込んだように見えたんだけど、本当は彼とエマは全く暗黙の中でいろいろ企んでたっていうことがバレちゃったんだね。エマは希望を失ったはずもね、わけがね。あのシミアは変わる。うっ、きた。ずっと考えてた。うん、ノーマーのためね。何もしないこと。おお。ママは言った。諦めて楽になりなさいって。でも。しかし。諦めてなるものか。そうだね。犬死ににはさせない。犬死にはさせない。お互い結局考えることは同じ。やべ。逃げようレイ。その話をしに来た。俺も話したかった。へへ。聞いたぞ。ママの目を気にしてろくに会話もできなかったもんな。うん。私もママに気づかれたくなかったから、本当の狙いを。本当の狙い。そう。ママは用心深い。用心深い。私もあれだけ何もしていなかったのに、監視をやめてくれなかった。やめてくれなかった。利用できる。私に目を向けさせれば、私以外から目をそらさせることができる。オッケー。他のピープルを使うってことね。そういうこと？全部済んだ。道具すげえ。防寒具のよう。マジかよ。いつでも逃げられる。上出来だ。レイは何した？それも練った。考えがある。エマかっこいい。明日の昼に逃げよう。待て。昼は無茶だ。前と状況が違う。出るなら姿を隠しやすい夜だ。まあ聞け。まあ聞け。いいか。問題は二つだ。まずはママの目。ママは常に俺たちを監視してて、他のチビたちを抱えてる。それはそうだね。ずっと持ってるよね。ママは赤ん坊と同じ部屋。全員で逃げるには、ママの監視を振り切って、ママとチビたちを切り離す必要がある。そっかそっか。それから塀の先は崖、ここからは降りられない。逃げるならこの橋から。でも橋は一つだけ。元から見張りはいるだろうし。そうだよね。必ず警備が殺到する。そうでしょうね。しかも本部の近く、うん、あの化け物たちがうじゃうじゃいるはずだ。やべえな、超見て脱獄シーン。わあ、待ちきれな。俺はこれが一番だと思う。ボックスか？何が入ってんだろう。何かまた作ったんかな。燃やすの？ほう！火事を起こすってこと？火事を起こすの？やっべ！消火に手を取られている隙に、避難って形で全員を連れ出す。秘密部屋につながる扉を塞いでおけば、ママは通報できず、
本部は脱走じゃなく、すげえ。警備は橋へは向かない。その隙に橋から逃げる。やること大胆やわ。おまけで素敵。中の死角になる岩陰に火炎瓶10本隠して。火炎瓶。やばすぎ。舐めてねえよ、舐めてねえ。火炎瓶を橋へ向かう途中、隣のプラントに投げ入れろ。うまくいきゃ、そこでも火事が起こって人手が避ける。マジかよ、すげえな。誰も死なない。誰も知らないっていうのは、なんか俺ちょっと引っかかるところなんだけど、運が良ければ誰も知らないよね。できるか、エマ。大丈夫。ここはみんなの部屋から一番遠い。火が回る前に逃げられる。隊列組んで逃げるのは鬼ごっこで鍛えたろ。もしかしてまだその足。大丈夫。強っ、やば。え、すぐじゃん。俺は足を折れた時には3ヶ月間ずっとダメだった。え、もう巻いてる。それはそうだね。だけどそうしない。どうせ止めたって聞かねえし、お前が逃げずに残るよりずっといい。だからこれ以上言わない。オッケー。お前が決めろ。助けるでしょ。さあ何してる。ドンとギルダに伝えてこい。火炎瓶を投げ入れろって言った。ああ、お前か、あるいはドンが。何？何何どうした？だからもう一つ気になったんだけど、火事を起こしてもさ、ママがもし建物を放棄したら、ママは火を消すことを諦めて私たち商品から目を離さないかも。気づいた。確かにその可能性も存分にある。存分にある。ただ火事を起こすだけじゃ不十分だ。ママにどうする？ママから逃げる隙を作れねえ。でも問題ない。問題ないって？こうすればいい。こうってなんだよ。自分？レイ？最高だろ。出荷が決まってるフルスコアが燃える。絶対に見捨てられない。俺はこの日を待っていた。オーマイガード。ずっと前から決めてたんだ。嘘だろ、レイ。何年も前から。ガキ臭い腹いせさ。オーマイガード。俺はね、エマ。もともと勉強も読書もさほど好きじゃないんだよ。けど我慢して努力して釣り上げてきた。自分の能力は最上級まで。God. 街に待たせたごちそうだ俺は。ちかよ。今夜取り上げる。お楽しみの収穫を進んで。これがグレイのあれだね。グレイの。商品。知ったことか。俺は人間だ。ざまあみろ。これがレイの最高のやり返しだと思ってるんだよね。Jesus Christ. いいかエマ。そうだろう。うまくやれ。俺の命もノーマンの命も無駄にするなよ。頼むから。レイ、ここで死んだらさ、ノーマンの生存確率結構下がったと思うよ。あの時の写真撮ったよね。めっちゃ悲しいやんか。Fuck。おい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 。もうつけた。もう時間ねえじゃん。
止められないぞ。バイバイ。近づいたらお前も燃やされる。シッツ。レイ。ドゥード。ママ油断したな。これは想像つかなかったでしょう。でもある意味でちょっと嬉しいかもしれないな、ママ。こんなことされて。何その顔。あ、今入ろうとしてる？秘密部屋に。違うか。 OK、 今なりました。そろそろレイの悲鳴声が聞こえるはずなんだよね。生きたまま燃やされる人は燃やされる、うん、叫ぶのが当たり前だから。OK, OK。 これはやばいな。この匂い、人間の腐った匂いだね。腐ったじゃなくて燃え尽きる匂い。自分でだよ。びっくりしたやろ。でもレイの犠牲はもちろんすごい悲しいよ。だけどうまくいってるな、計画が。脳だけでもやっぱり商品だね。前もってこれ全部壊してるんだね。もうに、もう消えてるよ。もう消えてるから。やられたな、まあまあ。もうみんないないよ。でも誰か落ちてるよね。誰？違うな、それ水か。取ったんか。まあまあ。耳切った。耳切った。そうだろう。あの子たち何履いてた。靴だね。耳切った、すげえ。 My God。 お待たせ、みんな。レイの耳も切った。すげえかっこよすぎる。ナイスキャッチ。ナイスキャッチっていうか、やっぱかっこいい。エマ、これ頼まれてたやつ。ナイフ？もう準備できてるぜ。ありがとう、トーマ、ラニ。じゃあレイ、着替えて。
みんな超わかってるやん。何そのウィーナー。着替えた？食料か。いや、でも、でも、これは。あ、匂いか。そうだね。まだ死ぬつもりか、このわからずや。つべこべ言わずに逃げるのは。エマ。豚が焼かれると、人間が焼かれると似たような匂いするって聞くしね。よくそんなこと知った。それっぽい匂いを作るんだ。あの紙、アンナがくれた。あとは発信機取り出すから、そこ座って耳出して。エマ、これって、これからじゃなくて耳をそのまま取るよ。見せてやるから黙ってこい。ノーマンからの伝言。は？嘘だろ。親愛なるエマへ。嘘だろ。ここに記す。例は神器だ。すべては僕とエマを殺させないため、そう言った。自分を数に入れていない。逃げる気がないんだ、ノーマン。初めからこのハウスで死ぬつもり。自分を燃やして火事を起こし、ママを引きつけ。なんで全部わかってるの？なんでノーマンってこんな天才なの？僕はそんなことはさせ。デスノートのエルとキラーの思い出すわ。だから僕が考えた計画をここに記す。みんな何かハイキングとか？おそらく例の誕生日の前夜。何を使って子供たち騙す？例を救い、ママを出し抜き、みんなを連れて逃げるんだ。大丈夫、時間はある。それに思いがけない品も手にした。シスタークローネからだ。鍵かよ。すっげえこれ。レオ、みんな、あと。リズムブレイクとかめっちゃ燃え出すよねこれ。すげえ。超楽しい。そして自分から火を燃やすんでしょう。始めよう、ノーマン。まだこの輪には何分もある。さあ、どこまで見せてくれるのだろうか。ママがまんまんとやられてるのを見るのいいね。でも自分の耳を犠牲にするなんて、根性の座り方半端ねえから。ドア閉ざしたやろ。偽物の鍵だろ。あ、違うか。おい、ドン、どういうことだ。こいつら全員知ってんのか。ハウスの正体も、逃げることも。おう、なんで。なんでほんまに。話したんだよ、エマが。みんな信じた。ギルダ以外にも話そう、ノーマン。ドンもギルダも、多分みんなも、私たちが思っているほど子供じゃない。あの化け物から逃げる上でも、危険を知って自分の意思で脱獄に加わってもらった方がいい。マジかよ。2ヶ月間でこんなにうまくいった。年長以外警戒していない。だから他のチビたちがいろいろやってくれるんだよ。ママの隙はつけると思うし。なるほど。本当に全員で逃げるにはこれしかないと思う。それしかないだね。エマしか考えられない。このレベルだね。What? マジかよ。その理由？すげえ。ママは全く気づかなかっただろうな。What? エマが諦めたふりをして、実はみんなに指示を出してたなんてな。バリクロマク。もろもろの準備、どこまで進んだ？全部済んだ。道具や食料、防寒具の用意。すげえ。
でもね、喜ぶのは今のうちだよ。だって崖の向こう行ったらどんなヤバいことが我らを待っているかっていうのは想像もつかないところだからね。きっとヤバすぎる。本当のノーマンじゃないよね。これは幻覚だよね。でも力をくれる。その後でまず上がる。その後みんなを引き上げる。よしみんな、訓練通りやれば大丈夫だ。 100% 俺たちがうまくいったと思うようなほどいかないでしょうけどね。てか見えるでしょうね、これ燃やされてる様は見られちゃうでしょうね。耳、何の意味がある？デモってトラッキングできるってこと？その耳さえあれば。エマもレイも逃がさないわ。私の可愛い子供たち。怖っ。ママ怒りと。ママ。フィル。え、どういうこと？どういうこと？え、フィルってほんまなんな？まったく。で、全員を誘惑したでしょ？誘ったでしょ？こっち側に。どうすんの？チビたちはどうなってんの？なんで来てないの？あいつらは、井戸で何をしてた？井戸って別ルート？みんな一緒に逃げてるわけじゃなくて、分裂してる？もしかしてフィルは、他の子供たちと、あいつを殺すの？さて、Cパートがあるかないか。それはすごい楽しみだね。Cパートがあって、ママが、フェルに殺されているシーンとか。いやー、でもフェルって怪しい人物だよね、昔から。いつもフェルだよね。終わった！終わったんかよ！終わった！Cパートがねえのかよ！こら！ OK。OK。OK。仮説するところが死ぬほどあるんだけど、やっぱジュニオは気になるよな。今後どうなるのだろうか。ではでは皆さん、ありがとうございます。次まで。